どうもねぬです。腹ペコ勇者と、時の星の、女神ですね。続きをやっていきたいと思います。そうですね、前回から特に何も変わってないんですけども、イベントは何があるのかな。イベント一覧に載ってないってことはないんですかね。じゃあこちらのダンジョンですね、16階から行ってみたいと思います。この気配は勇者さん、冒険者さんですね。魔王の気配が近いわ、気をつけてね。そういえばまだ魔王について何も話していなかったわね。魔王の目的は私でも分かんないんだけど、ある日突然魔王が地下にダンジョンを作って攻めてきたのよ。魔物は街は壊すし、人は襲うし、地上の平和はむちゃくちゃよ。ここでも私は地上を守る女神だから、地上の平和のために魔王を倒さないとまずいのよね。さあ魔王を目指して進みましょう、冒険者さん。これまた配置がバラバラですね。猫の爪を手に入れた。障害物があるなんて大変ですね、これ。ドーナツを使います。ねえねえ冒険者さん、そろそろ手強い魔物に苦戦強いられてんじゃない。そんな時は慌てずに魔物を長押ししてみるといいわよ。
長押しすると魔物の情報が見られる。アイテムや罠の詳細も見れる。魔物の情報を見られるようにしておいたよ。女神的な力で。アイテムや罠とかも情報が見られるから、何かなと思ったらならず長押し。敵を知ることが勝利への鍵って昔の人が言ったとか言わないとか。さあ進みましょう、冒険者さん。これは一個こっちに動いて、19階にたどり着いた。19階は敵が強そうですね。鉄の王の攻撃力プラス2、猫の爪もプラス2ですね。食べ物がないな。キラービー2回コードができる素早い蜂。これやばいな。とりあえず回復薬飲んでおきますかね。
です。チェックポイント開放ですね。そうですね。一回脱出しますかね。食料が足りない。というわけで戻ってまいりました。アイテム屋さんじゃなくて、さっき武器手に入れたんで武器なんか作れないかな。革の盾が作れる。革の盾作っときますかね。武器とかは何もないですね。鉄の斧は持ってるやつだし、青銅の爪なんかもう一個あれば、ブロンズナイフがあれば作れるんですね。ブロンズナイフ、ブロンズナイフ、ブロンズナイフは果物ナイフがあれば作れる。果物ナイフはギザギザの牙がないと作れないので、今は作れないですね。アイテム屋さんに行ってアイテム倉庫、ドーナツ1個買っときますかね。革の盾を装備して、今回はここで終わりにしたいと思います。何かアドバイス、などことありましたらコメント欄お願いいたします。チャンネル登録高評価等もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。